皆さんこんにちは。雨降りの今日はお昼ご飯にロゼ辛ラーメンを作ることにしました。手の込んだレシピは以前こちらの動画でご紹介していますが、今日は冷蔵庫にあるもので簡単絶品ロゼ辛ラーメンを作っていきます。用意したのはネギ、辛ラーメン、牛乳、ホイップクリーム、ソーセージ、スライスチーズ、キムチ、卵です。では作っていきます。辛ラーメンは辛くて苦手という方もいらっしゃるかもしれませんが、ロゼにすると食べやすく、まるでクリームパスタのようになります。ソーセージは2本一口大に切って、鍋に牛乳 300cc、 水 150cc、 ソーセージ、辛ラーメンは麺、かやく、スープも加え火をつけます。4分くらい経って麺が好みの硬さになったら器に移します。そこにチェダーチーズ、そしてホイップクリームを大胆に絞っていきます。黄身を置き、大好きなネギをたくさん置いて、キムチ、最後に胡椒をかけました。これで出来上がりです。今日一緒に飲むのは昆布茶のピーチにしました。おいしい。ではいただきます。黄身をつぶして、大胆に混ぜていきます。もうチーズは溶けていい感じになっています。
美味しくないわけがありません。簡単に作った割に本当に美味しいです。残ったスープにご飯を入れて食べたいくらい。ごちそうさまでした。簡単ですのでぜひお試しくださいね。絶品です。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。